こんにちは、兄です。今日は SH フィギュアーズデネブイマジンで遊んでいきたいと思います。はい、今日はねデネブなんですけども、仮面ライダー電王に登場するゼロノス桜優斗と契約しているイマジンです。パッケージはこのような感じでね、古いフィギュアーズの箱ですね。で、ここにねデネブの写真が載っていて、裏面にはまあ写真とあと説明がね少し書いてあります。グリスターはこのような感じなんですけども、僕ねこれ上蓋だけどっか行っちゃって、あの蓋が閉めれないんで、小物とかも全部こうやって袋に入れちゃってます。なので今日はねちょっとブリスターの説明ができないので、バラバラにね内容を見ていきます。デネブ本体、カゴ、うちわ、デネブキャンディ、スイカの被り物、キャンディとうちわのシール、替えの手が6個、以上です。全体的なバランスはこのような感じなんですけども、ちょっとねウエストがね細いんですよね。もうちょっとあってもいいんじゃないかなと思います。顔はですね結構綺麗に造形されていて、やっぱりこのねマスクっていうか面の部分の金色がすごい綺麗です。であと顎の部分のねこの下の方とかのくるっとした部分とかもきちんとね塗ってあって、ここら辺の作りはすごいいいと思います。で横に回していくとこのような感じで、後頭部のねこの辺の部分は黒は成形色ですね。はい、後ろから見るともうただ真四角な感じな頭です。鉢金でいいのかな、この鉢巻きみたいな部分ね、これもすごいね綺麗に作られてます。胸周りはここのね顔みたいな部分がすごいね綺麗に作られていて、でここの緑の部分はゼロノスのねアルタイルフォームとはちょっと色味が違いますね。こっちの方が若干渋い感じな緑になっています。で、横に回していくとこのような感じですね。基本的に塗装をしている部分はそんなに多くはないですね。で腕の部分、この辺がすごいきっちり作られていて、普通のアーツに比べると手がねこうぶっとい感じで、ここはすごいいいと思います。で背面に回っていくとこのような感じですね。ここの部分がこうなんかなんていうんですかね、トライバル模様っていうのかな、なんかこうぐにょぐにょっとした感じで入っています。やっぱり色味がそんなに多いわけではないので、ここの手の銀色がねすごい映えますね。腰回りもね特にこうこれといったすごい造形があるわけでもないです。でここからね下の部分は軟質素材になったマントなんですけども、ベルト周りは特に造形はないですね。下半身はねローブに覆われていて、軟質素材のねパーツで、このようにできているんですけども、波打った感じとかはねすごい綺麗に作られてます。足の部分はここはねダイキャストで作られていて、で先っぽのこの辺は銀、あとこのふくらはぎかな、ふくらはぎ周りが銀色のこういうのでね、できています。ちょっと残念なのは膝小僧ですね。ここが本来ならば、なんかね膝のなんかこうパーツみたいなのがいつもはまってるんですけど、デネブのこれはねはまってないんですよ。ではまってないならはまってないでこの穴を埋めるなりなんなりしてくればいいんですけど、穴開きっぱなしみたいなね、要はこれがこうペロンとめくれるってことはそうないから、まあこのままでいいだろう的な感じで当時は作られたんでしょうね。次は小物です。スイカなんですけども、これは劇中に出てくるね被り物のスイカで、デネブの頭にねスポッとはめる感じです。ピチッと止まるっていうよりかはただスポッと入れるだけですね。でここのつるの部分は軟質素材なんですけども、なんかね根元に行くに従ってちょっと硬そうな感じだから、あんまりグニグニやるとこれはポキッといきそうな感じですね。内側はね黒く塗られてるんで、多分色移りとかそういうのを考慮してんのかな、わかんないですけど、中は黒く塗られてます。次はカゴです。これも劇中にね出てくるカゴなんですけども、キャンディー入れたりとかいろいろね、使えるっていう感じでしょうかね。これも軟質素材かな、結構柔らかい感じです。次はデネブキャンディーとうちわです。これも劇中に登場するアイテムで、見てる人ならにやりとするものですね。はい、裏面はこのような感じで、で、うちはね、これはシールを貼るようにできているんですけど、ちょっと僕は貼ってないです。で、シールをね、ちょっと出しますね。シールはこのような感じで、ここのね、このデネブマークをここにピトッと貼っていくっていう感じでしょうね。で、デネブキャンディ用のシールもここにあって、ここにね、デネブの顔が印刷されていて、これもね、キャンディの
この部分かな、一応四角くなってるんでね、ここに貼れっていうことでしょう。うちわとキャンディーは持つところにこういうね突起がついてるんですけども、これはね替えの手のここにね穴が開いてるんですね。でここにピチッと止めると、まあね落ちないで持てるっていう仕組みになってます。はい、分かりにくいかもしれないですけど、ここでね刺さってこういう感じで持ててます。次は可動です。首はですね、まあ、ぐるっと回るんですけど、結構ねこの襟が立ってる分きつくなります。なので一周回るけど回しません。前後は前がこれぐらい、後ろがこれぐらい、まあ、本当に気持ち動くぐらいです。肩のローブはここの部分でヒンジでつながっていて、こういう上にめくり上がるタイプです。肩の根元はボール状になっていて、まあ、ぐりぐり動くんですけども、やっぱりねこのローブがあるせいでいろんな部分にね当たってしまうので、まあ、思ったほどね自由に動くってわけではないです。水平方向はここまで上がります。腕のこの部分でロール運動をして、肘は二重関節でここまで曲がります。手首は一周ぐるっと回って前後に動きます。胴体部分は胸の下とベルトの裏で稼働して、ひねりはだいたいこれぐらいですね。一周頑張れば回るけど無理無理無理って感じです。前後は前にこれぐらい、後ろにこれぐらい、まあまあいけますね。下半身のローブは4枚でできているんですけども、前面はこのような感じですね。ここでヒンジでつながってます。で後ろの面も同じようにここの部分でヒンジでつながっていて、こういう動きができるんですけども、一応ですねここでももう一個ヒンジが使われていて、こういう動きもできます。サイドの部分は前後と違って比較的ねフレキシブルに動くようにできています。股関節は引き出し式で左右にこれぐらい広がります。ちょっとね最近の引き出し式よりも引き出し率が低い感じがしますね。前後は前にこれぐらい、後ろにこれぐらい、ちょっと回しすぎるとね外れちゃいますね。太ももの裏側のこの部分でロール運動をします。ちょっと黒くて分かりにくいですね。膝は二重関節でここまで曲がります。この可動はね珍しいです。すねの部分でロール運動をします。その代わり足首のここの部分は回らないですね。左右には少し触れて、前後は前がこれぐらい、後ろがこれぐらい、つま先はこれぐらい曲がります。SH フィギュアーズデネブ遊んでみての感想なんですけども、やっぱりね古いアーツなので体の線が細かったりとか、可動もね今のものに比べると劣ってる部分はあります。ただですねプレイバリューはものすごい高くて、小物がいっぱい入っていて、劇中のねあんなシーンやこんなシーン全て再現できますし、あとゼロノスや他のイマジンとね絡めて遊ぶとものすごい楽しいです。電王ファンの人は絶対押さえていた方がいいフィギュアーズだと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと食べた。